バイナンス暴露、SEC の監視の中で今一体何が起こっているのか、今日の仮想通貨の最新情報と将来の展望について。皆さんこんにちは、仮想通貨クイーンを目指しているゆるふわです。どうも。もうね、みんなバイナンスの事件なんてもう知ってるよって思われている方たくさんいらっしゃると思いますが、今日はよりよりね、深掘りして新しい情報を今回に配信をさせていただきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨の世界の情報、そして未知の領域へのね、一歩を踏み出せるような動画の内容を毎日配信させていただいております。初心者の方から上級者の方まで、仮想通貨に関する面白さ、そして学び、理解を深められるようなコンテンツを配信しています。今月ゆるふわ誕生日です。おめでとう自分。もうしつこいよって思われている方もいらっしゃると思いますけれども、チャンネル登録者数1万人まで、計算したんですよ、残り469名様まで来ました。皆様お一人一人のね、お力でね、なんとかここまで来れております。残り469名様です。皆さん今ですね、今チャンネル登録とグッドボタン、高評価ボタンを押してください。そしてね、チャンネル登録ってどうやってやるのって思われている方、まず Google にログインをしてください。 Google にログインした後に私のチャンネルを見てください。そうするとチャンネル登録のボタンをポチッと押すと登録ができます。なので皆さんね、ぜひ皆様の一人一人のね、お力で1万人達成、これ絶対いけると思ってます。だってこのチャンネルを見てくださっている方の半分がチャンネル登録していらっしゃらない方なんですよ。ということはですね、今このチャンネル見てくださっている方がチャンネル登録してくださったら実現するんですよ、データ的にね。そう、なので皆さんね、ぜひお一人一人のお力を貸してください。よろしくお願いいたします。これがね、何よりも私のね、誕生日プレゼントとなります。今日もかなりたくさんね、いろいろお話ししたいことあります。今後ね、どういう風にポートフォリオをね、作ってったらいいのかっていうね、こともね、ちょっとねお話しさせていただきたいなと思いますので、それではみんなね、一緒に行きましょう。それではレッツゴー。はい、それではいつも通りオーシャンでヒートマップ見ていきましょう。じゃじゃん、ほぼ真っ赤。すごい、同時だけですかね。同時が 2.72% アップってなってます。ほぼ真っ赤です。そう、ちょっとね、去年の歴史をね、結構最近振り返ることが多いんですけれども、去年は2021年は12月の3日から4日にかけて1万4000ドルの急落が起きてきています。これね、私ツイッターでは情報ね、配信させていただいてたんですけれども、なのでね、本当に11月12月は要注意な月なんです、皆さん。なのでいろんなことを想定してね、ちゃんと相場を見るようにしてください。そしてね、このオーシャンなんですけれども、もうすでにね、100人いくかいかないかぐらいのね、ご登録をいただいております。ありがとうございます皆さん。このオーシャンが目指しているところは、やっぱりクリプトってその情報をフラットにキャッチできるっていうプラットフォームがないっていうことに気がついて、そのみんなが情報をフラットにキャッチできて、またそのやっぱりクリプトって詐欺が多かったりとか、わからないことが多い方すっごくいらっしゃると思います。もう私の方にね、すごいたくさんメッセージをいただきます。このオーシャンに尋ねたら、もう仮想通貨に関する困ったことだったりとか、ちょっとどうなんだろうなっていうその不安事だったりっていうのを、そのフラットに解決できるっていうプラットフォームを目指しています。なので皆さんね、今のうちに登録をしておいてください。そう、先行者利益が獲得できるような、その今後もね、考えているので、もう何々さん何番目に登録しましたっていうのは、オーシャンのプラットフォーム上でね、分かっているので、ぜひね、今のうちに登録をしていてください。そう。なので、こう、みんなでね、その情報を持ち合えば、
本当に詐欺にあったりとかわからないことだったりとかっていうのもシェアすることで本当に救われる人もたくさんいらっしゃると思いますし、仮想通貨ってなんかもう詐欺だよねって思っていた方のそのイメージを払拭できたりもすると思うので、ぜひね、そういったプラットフォームを目指しているのでね、今のうちから皆さんオーシャンをちょっとね気に留めておいてください。はい、そう、内容もね結構ねすごい充実してるんですよ。 FX 見れたり、株式見れたり、世界の情勢見れたり、全部ね AI で引っ張ってきているので、本当にその Google だったりとか Yahoo だったりとかっていうプラットフォームをみんなね調べるときに検索すると思うんですけど、そこを全部オーシャンに集めてるんですよ。なのでオーシャンに来るとなんか効率的にクリプトのこと学べたりとか知れたりとか、 Web3 のこと知れたり学べたりっていうプラットフォームにも今すでになってます。これはすでになってます。なのでぜひ皆さん使ってみてください。それでは、はい、じゃじゃん、ビットコインの価格現在 $37,299.97 となっています。うわー、なんかずっとボックスの中で動いている感じで落ちてきそうな雰囲気漂ってませんかませんか。ここのラインですよ、この緑のボックスのライン、36,000からこの35,620とかですかね、このボックスあたりまで来そうな予感がしております。皆さん見てください、このインジケーター、めちゃくちゃこのインジケーターを置くだけで分かりやすくないですか。なんか絵のように見えますよね。そう、このインジケーター、条件クリアの方に無料で今プレゼントをさせていただいております。そう、なんといってもね、これは仮想通貨取引所の VIP の方々に提供されるような本格的なインジケーターで、無料でねゲットできるっていうことはほぼほぼないんですよ。なので無料でゲットできるうちにね、皆さんぜひゲットしておいてください。はい、それでは次、イーサー。もうイーサーはね本当にビットコインよりもパフォーマンスがこれからいいって言われているトークンなので、本当に注目してみていただきたいですし、まあ何を言ってもやっぱりそのガス代だったりとか、イーサリアムっていろんなところでこう必要になってくるじゃないですか。なのでもう安くなったら買う、安くなったら買うみたいな感じで、イーサは結構いいタイミングで仕込んでおくのがねベストなのではないかなと思います。はい、イーサも現在$2,045ですね。はい、イーサも下がってくるとしたらここですね、緑のライン、1928とかまで下がってきたとしたら下がってくるかもしれませんねかもしれない。 BNB、 BNB ですね。 BNB も一気に下がってからの今ちょっとまた下がってきてますね。最終的に下がってくるとしたら222のラインまではねありえそうな雰囲気が漂っています。ソラナ、ソラナはねもう結構ね世界中のトレーダーが注目していますね。そう、ソラナも落ちてくるとしたら52、この緑のね細いラインのところ、ここまでは52ぐらいまでは落ちてくる可能性がありそうかなという感じです。はい、そしてね、ルナテラ追加しました。注目あると、これ短期でしょ、短期です。これ長期じゃなくて短期、ね、テラルナ、ルナ見てください、めっちゃ伸びてきてるでしょ、みたいな、めちゃくちゃ伸びてきてます。そう、なので今日でももうね $0.8で 6% ぐらい伸びてきてるんですよ。異様なぐらい伸びてきてます。パフォーマンス良くなってきてます。なので短期でしょ、短期でトレードされる方はぜひねルナ見てみてください。そしてね、じゃじゃん、なんとねコイン W でゆるふわ限定のキャンペーンを行ってます。最大で$35,000獲得ができちゃう、もう結構スペシャルなキャンペーンとなってます。ぜひ皆さんね、ここうまく活用していただきたいなと思うので、ぜひ今のうちにね口座の開設をしてこのボーナスゲットしておいてください。多分ここまでのボーナスって多分ブラックフライデーみたいな感じで、ほぼほぼ年内でも数少ないです。なので
まあ、初心者の方はもちろんなんですけれども、もうすでにね、あの口座持ちの方もあの先物取引のキャッシュバックキャンペーンというのもあるので、結構ねあのトレード頻繁にされる方はここの機会をね、あのぜひコインダブル使っていただいて、その手数料の割引だったりとか、あとボーナスキャッシュバックもらっちゃってください。そう、トレーダーの方ってやっぱりその結構ね手数料すっごい取られてるんですよ。なのでちゃんとそういった取引所をねちゃんと選定するべきだと思います。か相当手数料取られてると思いますよ。なのでぜひね、あのうまくご活用してください。そして何といってもね、コインWは KYC 本人確認が必要のない仮想通貨取引所です。すごく珍しいです。まだね金融庁からの警告をね受け取っていない仮想通貨取引所になっているので、そういった面でもちゃんとね、いろんな視点からは仮想通貨の取引所の選定は見た方がいいと思うので、ぜひねこの機会にちゃんと考え直してあの講座の解説をしてみてください。おー FTT 道具、 FTT 道具、そういや5ドルぐらいですかねみたいな話したらやっぱそうですね、 4.8 からのタッチからの下落ですね。これすごい、これすごい、これX 氏とか、あとディスコードのボイスチャットとかでお話ししていて、FTT トークめっちゃ上がってますねみたいな話をしてて、でもみんなその5ドルぐらいからのショートだねみたいな話をしてて、いや見事にそうなってます。そうなのでぜひね皆さんあのディスコード参加してください。ボイスチャット結構頻繁にやってて、私もそのジム帰りとか本当にふとした時にボイスチャットでいきなりやりますみたいな感じでやってます。でそこでは結構やっぱりその YouTube とかだと言えることって本当に2割ぐらいなんですよ。本当に2割ぐらい。でもそのボイスチャットとかだと結構公に話せないようなこととかも結構フランクに話し、ボイスチャットに参加してくれてる方々も結構貴重なね情報をお話ししてくださるので、ぜひねゆるふわのディスコード参加してください。そうそう、ディスコードね愉快なメンバー集まってますし、なんといってもトレード初心者の方に関しては X 氏とドバイのトレーダーの方がね、いろんなこういったところ気にしてますよ、このトークン気にしてますよ、こういった見方してますよっていうのをシェアしてくださるので、これはね結構ね有効に使われた方がいいと思います。なのでぜひ皆さんフォームを提出してご参加ください。で今見ていたトレーディングビューなんですけど、ブラックフライデーが終わってすぐにサイバーマンデーセールっていうので、まだちょっとだけ引き続きやってます。そう、最大 70% オフプラスの、1ヶ月無料のオファーということなので、ぜひねこの機会に今のねチャートの見方だったりとか、それからこれ今後ねインジケーター入れようと思っている方、ぜひトレーディングビュー今のうちにねゲットしておいてください。そう、あと、このトレーディングビューももちろんなんですけど、じゃじゃん、レッチャー、皆さんハードウェアウォレット持ってますか？レッチャーもブラックフライデー、しかも今日までです、ブラックフライデーが。これが結構すごくって、ビットコインもらえるんですよ。ここに書いてありますね。20ドル分のビットコイン、30ドル分のビットコイン、50ドル分のドル分のビットコインということで、今本当に破格でゲットができる機会となっております。今日までなので、ぜひ皆さんねハードウェアウォレット1個持ってないという方は必ずこのタイミングじゃなくてもいいんですけどね、必ずね今年中には一つね検討しておいた方がいいと思います。ちょうど今のシーズンですよ、本当に FTX の破綻の事件があって、みんなねどの取引所に置いておくものも不安になって、メタマスクも不安になって、だったらハードウェアウォレットしかないよねってなって、でみんなのそのハードウェアウォレットの注文が殺到して商品が届かなくて、どうしたらいいんだってなってたのがまさに去年の今頃です。そうならないためにもう今使うか使わないかじゃなくて、一つは持っといてください。とこれはねもう何よりも持っとくだけで安心感につながると思います。で今そう絶賛今日までブラックフライデー中なので、ぜひご活用ください。はい、それではなんですけれども、バイナンスについてちょっとお話をしていきます。バイナンスの優位性についてねちょっと語っていきましょう。どれだけすごいんだよっていうことをねみんな知ってますか？バイナンスはビットコインの取引量の約 40% から 60% を占めてるんですよ。ほぼ占めてるわけですよ。でね、その
圧倒的なんですよ。もうその規模は圧倒的なんです。でコインベースや他の取引所を比較してもその差は歴然なんですね。はい、2番目が 5.4% で、3番目のコインベースが 5.3% なんですね。なのでもうこれを見ていただいただけでも、もう本当に圧倒的歴然の差なんですよ。で、やっぱりね、コインベースの CEO のブライアンさんもバイナンスの存在感を認識しているというか、やはりね、そのライバル同士みたいな感じで思われているということも言われています。はい、ということで、バイナンスの規制の対応について、コインベースの CEO のブライアンさんが、驚くべきことに、バイナンスは規制当局との協力を強化し、コンプライアンスに重点を置く戦略が成功しているということを述べています。でブライアンさん自身が規制当局の行動によって公正な競争条件が整備されつつあることを強調しています。これは仮想通貨業界の全体にとってとてもポジティブな兆候であるということを語っています。マネーロンダリングの防止についてはバイナンスがこれから違法行為を防ぐために努力しているということをアピールしています。これらに関しても投資家の保護にもなりますし、市場の透明性を高める重要なステップだということも言われています。仮想通貨の違法な利用の実態についてです。皆さんこれ結構衝撃だと思うんですけれども、アメリカドルの現金が約 4% しか違法行為に使用されていない中、仮想通貨も同様に低い割合で使用されているとの主張があります。SEC の委員の見解も共有され、合法的な使用が優勢であることがこれからね強調されています。はい、そしてね、未来の展望 ETF の可能性について、ビットコイン ETF やイーサリアム ETF に関心が高まっていますよね。そう、来年の1月10日、まずここが直近でね一番意識されている日付となっています。特に2024年の第一四半期には BTF の承認が迫っているという見解が広がっています。まさにこれです。そう、一方で保管会社や規制当局と の課題も浮き彫りになってきています。なので本当にそれが日付通りに進むのかと言われたら、まあ本当にね、いつ何が起こるのかわからないのがクリプトなのでわかりません。となのでそのとにかく一番近い日付では1月10日が意識されているっていうことは頭の中に入れておいてください。今回のこのことをまとめてみると、バイナンスの展望は明るい一方で、規制や ETF の動向など課題も山積みです。で未来の展望については慎重に注視していく必要があります。ゆるふはね、これからもね最新情報でいち早くね、もう皆様にね、お伝えしたいなと思っておりますので、ぜひね、このゆるふわのチャンネル、毎日お見逃しなく見てください。そして、ちょっとね、ポートフォリオについて、お話をさせていただきたいなと思います。仮想通貨のポートフォリオの中で、どういったポートフォリオをね、今組んでいるのかというのを改めて考え直していただきたいです。もうご自身の中で、ならビットコイン 80%、イーサリアム 20%、あとは、10%、あとの 20% は、こういったアルトコインにしようかな、みたいな感じで、皆さんそれぞれのね、ポートフォリオがあると思うんですけれども、今、この ETF に、仮想通貨のその価格って相当左右されている状況です。なので、今は結構、しかも11月と12月という、結構その、何かのそのアクシデントが起きやすい月でもあるので、結構皆さん警戒してると思います。そんな中でもやっぱりその仕込むことは仕込んでおかないといけないと思ってるんですね。ならその今なら何仕込めばいいのってなった時に、やっぱりまだ上場前の上場してないトークンっていうのをちょっと検討するのも一つなのかなと思いますし、ポートフォリオの中の本当に 1%、2% でもいいと思ってます。ここにちょっとだけでもその上場前のトークンっていうのも入れておくべきなのではないかなと私はね個人的に思ってます。で今回その中でね、どういったならその上場前のトークンがあるんだっていうことなんですけれども、まずこれ、はい、じゃじゃん、
D.Fi 2.0 前回からお伝えさせていただいてるんですけれども、もうすでにねあのラウンド10までなんですけれども、最後のラウンド10まで来ています。そうで、ここはあの投資家の方から、それね、私に関してはあの仲介の方とかからじゃなくて、ちゃんと投資家の方にお話を聞いてます。結構日本人のそのツイッターだったりとかであのツイートされている方って、あのほとんどがその仲介の方からの情報をね、アップされているわけですよ。でも私はその世界中のカンファレンスに行って、そのちゃんと投資家の大元の方ね、大元の方とそのコンタクトを取れるような環境を今年はね本当に築いてきました。そうベイビーイングリッシュながらもね、そうなので、それは結構私の強みだと思っていて、で今回のこの D.Fi 2.0 に関してもここにね、あの投資家の方が載ってます。 OKX だったりフォービーだったりスイスボーグだったりビットマートだったりね、皆さんももう知ってられるかと思うんですけれども、はい、こういった投資家の方々に直接私は聞いてます。でこの D.Fi 2.0 に関しても来年も1月2月にあのローンチ予定へという情報を私はキャッチしています。なので今ね興味持った方ぜひね、あの後ほどね詳しくあの QR コードとかね QR コード読み込んでぜひね後ほど詳しく見てください。そして2つ目、はい、DOP に関しても、もう結構最初から、LINE でね、お伝えをさせていただいておりました。なので、LINE で結構私注目のアルトコインだったりとか、その私が今、このアルト注目しますっていうのは、LINE でね、お伝えをさせていただいておりますので、まだね、LINE 登録してなかった方は、ぜひ LINE 登録してみてください。DOP に関しては、バイナンスキャンプだったりとか、バイナンスブロックチェーンウィークか。この間イスタンブールで行われたんですけれども、そちらにも出ていて、で、バイナンスの公式のツイッターで、もう投稿化されていたりですとか、それこそ話題の CZ さんが、その DOP のツイートをリツイートしていたりしてます。これ本当なんですよ。なので、本当に、バイナンスからも上場前からね、認知されているっていうことが、伺える、サービスとなっています。DOP についてもっと詳しく知りたいなっていう方は、ぜひね、ゆるふわの方に LINE をください。という感じでしょうか。なんかね、この間、そのディスコードのボイスチャットでみんなと話しているときに、そう、ポートフォリオの話になって、そう、あ、確かになんか私、ポートフォリオの話したことなかったなと思って、今ね、ちょっと最後の最後にお話をさせていただきました。私もなんかこう、皆さんと話していることで新たな気づきも多いですし、やっぱりその配信者としてみんながどういったものを求めてるんだろうとか、どういったことをなんかこう、知りたいのかなっていうのを日々、こう皆さんと会話することで発見をしてきています。なのでね、ぜひ皆さんね、ゆるふわの YouTube のねコメント欄にコメントください。こういったあると気にしてるよとか、最近こんなことあったよとか、あとなんだろう、私ポートフォリオをこんな風にしてますとか、もう本当にね何でも構いません。それが私自身も新たな気づきになりますし、ゆるふわのメンバーのみんなも、あ、コメント見て、あ、こういったの気にしてる方いらっしゃるんだというので、みんなが新たな気づきになります。なのでぜひ皆さんね、コメント書き込んでください。そしてね、最後にまた言うよ、ゆるふわのチャンネル登録とグッドボタン、高評価ボタン押してくださいね本当に本当に1万人目指してるんですよ。本当です、本当。なので皆さんのね、皆さんの応援をお待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。今日もおでこやばくないですか。おでこめっちゃテッカテカなんですけどあーとか